이송이 이송이 이송이요 이송이. 어? 逃げ足に数頭勝る速脚を持って追跡せんことには、いつまでたっても格のごとしじゃ。しかしながら奉行所にはそれほどの足がないというのか。よろし、我に一案あり。 足に自信のある者は前でよ。旦那、亀屋江戸一番の飛脚問屋、 足に覚えのないようなものは一人もおりません。では、その中でも特に最も早いもの。はい。ここに。名は？まっしぐらの陣九郎。うん、早そうじゃ。まっしぐらより早いのはおらんか。へい。足で。名は？小枯らしの八五郎。うん、早そうじゃ。小枯らしより早いのは？まあ、このくらいでご辛抱を。よし。では、 まっしぐら小枯らしの両名に名誉ある任務を申し付ける。他でもない。近来頻々として江戸市中を荒らし回る怪盗あり。その右足の速く行くと驚くばかり。さすがの我々もいささか平行いたしておる。そこでその方ら両名を。せっかくでございますが、そういうお話ならもう結構で。命あってのものだね。どうかお助けくださいませ。 他には？文太っていうのが一人仕事で旅に出てるだけで。たった4人か。何？20人ばかり時期の車で亀屋に預けてあります。なるほど。ではそのうちで特に最も早いのは？旅に出ている文太でわいしょうな。次は？おっしゃ。名は？金物の六助。いや、もぐらの谷。ヘチマの立つ。ご苦労である。皆長生きいたせよ。 あら、ただいま。あら、文太さん、今すすぎを持ってきたがり。あ、すいません。あ、お嬢さん、今度もまた何屋の息子さんから恋のお便り預かってきましたよ。また？あの息子さんの根気のいいのにも困ったもんね。 でもお嬢さん、天狗屋を元通りするには何屋さんの力を借りるよ。他には道はありませんぜ。文太さん、頼りにしているお前さんにまでそんなこと言われちゃ心細くなるじゃないの。文太さん、ご飯の用意ができたんだけど。明日は結構で。 どうかしたの？おや、お嬢さん、今日限りでお暇をいただきている。どうしたのよ。ぜひまとまった金の入ることがあったもんで、つい前金もらったんだね、亀屋から。ええ、お前さん一人が頼りの天狗屋だってこと知らないじゃないだろうに。 文太、おめえもか。<笑>手を上がった天狗屋ももうおしめえだ。これでわしも清々したよ。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おじょうさん、元気を出しておくんなさい。明日から俺たち三人力を合わせ、足を合わせ。お黙りよ。お前たち三人六本の足で。 たった二本の分担にかなわないじゃないの。あ、うん、おめえ、単調起こすんじゃねえぜ。ドブンとやっても知らねえか。何しろこっちがやりてえくれだからな。おい、ああ、ご親切ありがてえが、俺ら江戸と名残を死んでるとこでね、酒でもあると申しうんねえんだが。
どうかタダで飲ませる店ありませんか。店が潰れるってのにいい気なもんだ。なに、花べしゃ天狗の焼け酒よ。金が行くぞ。やるか。やる。やるなら勝手にやれ。亀屋ではな、そういう野蛮な行為は一切やらねえことになってるんだ。文句があるなら足できな。足？足？そうよ、悔しかったら足で検算しろよ。そのような目につけ込めなんて、どこまで卑怯なやつらだ。代わりでよけりゃ走ってやるよ。お前いつの間に江戸と別れの印にちょいといっぺやってたんだが、この勘定払ってくれんならおいら代わりに走ってもいいぜ。文句があるなら足で来いだと。放っておくと癖になる。いっぺんギャンってやってるからすごい。誰が八五郎さんの前でだい。ひつまの親分かい、もぐらの大将かい、それとも要さんかい。そういう大物はな、おめえら相手のかけっくらには出まらねえんだい。今朝方店へ来たばかりの駆け出しでたくさんで、何だと？じゃあ、あっちゃん、一っ走りやるかね。おめえは何だ？天狗だよ。もう一遍、天狗だよ。おい、こいつは変な野郎だね。ほら、言うぞ。東西東西、ただいまより行われまする亀屋天狗屋の掛け比べは、神田明神までの行き帰り、どちらが先に駆けつくか。明神様の鳥居を確かにくぐった印には、お札を一枚いただいて先に帰った方が勝ちであります。では双方用意がよければ。よし、1、2、3。水はいっぱい。どうしたんだよ。ちょいと飲みすぎて喉が渇いた。おい、かけず比べはやめか。なに、これからさ、これでちょうどいいんだよ。ねえ、あんたたち、あの男、さっきからお調子を10分ばかり開けてるんだよ。ご存知だろうね。飲み逃げか。やられた。わしもお前のような足の速い部下ができたので、こうして巡回していても心強いわい。恐れ入ります。新参者の分際でこんな重い役目を仰せつかったのも全く旦那のおかげで。なはに、
ちょうどいい折にお前が勤めに出たわけじゃよ。そうおっしゃられるとこれはどうあっても早くあの回答名をご用にして。あ、どうした。早い。何が。その四つ城を右から左に風のように駆け抜けた人影が。はて、一向に気づかなんだ。手前もトントン。いえ、確かに、確かにさっと、じゃあ。やい、待て、インチキ野郎め。てめえ、前にもらった明神様のお札が田元の隅っこにでも減ってたのを幸い、まんまと俺たちをいっぱい食わせようとしやがったんだろう。そう、じげねえ。いくらなんでも早すぎない。手でも使ったら一人やつだ。なめたことしやがるとただじゃ来ないぞ。悪かったら悪かったと早く謝れ。ガーガーってうるせえな。自分できないことは人様にもできないと思ってると物事は間違ってくるんだ。人をペテンのインチンのという前にその裏のぶらひっくり返してみな。俺ら神主頼んで今日の日付を書かせておいた。納得と知らねえんだろ。この外国見てみな、相撲取るなら足をつかないで済むと思って弟子入りしたら、今朝の稽古の時お前と親方が蹴ってましたんで、散々叱られて恩出されたとこさ、飛脚処分だなって聞いただけでもずっとするで。さあ、どいてみな。頼みます、頼みます、どうか助けて。待って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 待くどいおじゃが、この手紙はな、どんなことがあっても5日目に大阪の問屋へつかぬことには、わしは取引上大損害を被らにはならんのじゃ。そんな早瓶は今の天狗屋には無理だってことを察せぬじゃなかったが、それでもわざわざこうして寄ってみたのは、昔なじみの義理ってものを重んじてのことじゃ。恥をかかせに来たと思っちゃ罰が当たるよ。なあ天狗屋。うるせえな。お父っつぁんがかわいそうで、お父っつぁん苦しい胸の血さえ話してくだされば、もう何も申しません。お願い、一度だけ無理を聞いて。黙ってちゃわからない。手に負えないなら負えない、勘弁してほしいなら欲しいと、はっきり言ってくれなくちゃ。ちょいとお聞きしてんですが、急ぎの手紙ってのは5日目につかないといけないんですか。3日目ついたって文句はねえんですよね。お前は何だ。あれだよ、大阪行きの手紙はな、俺が3日目にちゃんと届けてやるから安心しな。おい、近くに紙どこねえかい。紙どこ。頼む。合点だ。だが、一度きりだぜ。あの人、大丈夫かしら。東海道は53里、大津までが121里、大阪まで足を伸ばして約130里。これを3日で走るとすりゃ、品川、川崎、神奈川、戸塚、平塚、小田原は一気にかけて、箱根の峠で夜が明けて、続いて三島に沼津に吉原、神原あたりで一服してえが。そうしちゃおられぬ。ゆいに興津に江尻に府中、マリコあたりで日が暮れる。
田島田に掛川浜まで岡崎鳴海桑名を過ぎれば四日市亀山坂の下稲口石部草津に大津伏見過ぎれば淀に枚方大阪という具合にうまくいくのなら付け枕は切ってくる自分だがな。ただいま。天狗も無一文じゃ旅はできねえや。道中飯は食いたし銭はなし、仕方はねえから、今度通るときまで預かっておいてくんなと。一枚脱ぎ二枚脱ぎ。おい天狗や、片道三日とすれば往復六日、今日が何のための朝だが、例の天狗から音沙汰でもあったかい。おい、これは見てから物言いな。なんだよこれは。お前さんの手紙大阪に着いたって印だよ。え、ああ、お前すいません、お待たせして。これお父っつぁんが二三度来たもんですけど。何もそんな新しいんじゃなくても。いえ、お父っつぁんがとっても喜んで一番いいの着せて差し上げろって言うんですけど、今日で店じまいの天狗屋ですもん。いいも悪いもこれで辛抱してもらうより。毛が合うかしら。悪いところへ。お役に待ちました。大黒屋に乱暴を働いた下手人を出せてます。あら、いや、分かった分かった。わしの早かったんじゃったわい。最前道で出会った時の大黒屋と来たら顔面蒼白、目を引きつらせて天狗屋にやられましたと大変な興奮ぶりじゃったからな。てっきり腕力だかと思い込んでしまったのじゃ。いや、ごもっともで、うちには足は薄いが気の早いのが三人ばかりおりますからね。天狗屋もお前のような型破りが来たので大いに活気が出ることだろう。まあ、せっかくやるがよいじゃ。俺ら旦那気に入ったね。天狗に好かれて光栄じゃ。とんだ邪魔をしたな。それどこだったの？人間だよ、客だよ。化け物みたいに早いんで天狗って言われるのさ。ねえ先生、長太のような早足は昔もいたんでしょうか？そういう例はいくらでも文献に載っとるが、そうざらにあるもんじゃない。100年、2、300年に一人はおるから。
どうして？え？なかなかうめえじゃねえか。おいちゃん、ごめんね。おいらこの前、亀屋の人に頼まれて、腹の折れた天狗を描いたんだけど、悪いと思って直しに来たんだよ。ごめんね。なーに、いいんだ、いいんだ。だがな、坊や。これから誰に頼まれたって、困ってる人バカにしたいのはよく書くんじゃねえぜ。だって。うん、もう書かないよ。よしよし。これからおいちゃんと仲良くしようぜ。ほんと？うん。あら、ごめんなさいね。ちょいとお尋ねしますが、兄貴はここかい？お、なんだい？久しぶりの休みだ。どっか行かないかい？そうだな。行っても…ドクさんに、タッツァに、太平さん。へい、へい、へい。また、後で。へぇー。あー、行って。おいちゃん、弱虫だな。ねえ。書いたよ。それ誰？姉ちゃんだい。ちょいっとお邪魔。兄貴、おめえどっか悪いのかい？ああ、さっき俺らがいていてと言ってたんだな。こんなこと誰が言ってたんだよ。ああ、それで前もって医者を呼んどいたんだね。え？医者？わしはな、水の木人斎というやめ医者じゃがな、どうやら近くの生え始めた奇妙な熱病は。ご心配には及びませんや。俺ら至って丈夫な太刀なんで。おさよおさよ、大人は心配せんでよろしい。15歳までの子供ばっかりにとっつくらしいんだよ。大体この熱病はな、高熱でもってその内臓を弱めるところがくせもんで、だから子供なんてのはひとったまりもない。この熱病を退治する方法としては、解熱剤の力でその高熱を下げる。下がったと思ったら、たらちにそのないぞ。あの先生、先生、あの、俺ら誰か他の夫人と間違えてらっしゃるんじゃ。あんた足の速い長太さんじゃろ。へえ。じゃあお聞きなさい。はい。足は、この数年来解熱剤の研究に努力してるもんじゃが、なかなか思わしいものはできない。まあ、今度の熱病に対してもほとんど効き目はなく、実際も泣きたくなったぐらいじゃろ。だがこの熱病は、わしの悲しみなどはせせら笑って、痛いけな子供の命を次から次へと奪っていく。子供ばかりならと卑怯な熱病だ。それでその熱病を防ぐことはできないですか？いや、できるんじゃ。よく聞く、解熱剤さえ手に入ったら。そしてどっかにあるんじゃ。ちょっと遠いんじゃ。どこだって。オランダなんじゃ。オランダ。これはどうや。いずれ近いうちに日本へ入ると思うが、実は先祖ってな、わしのようなこのオランダ医学を学ぶ医者どもが集まって相談の上、オランダ商館の館長にあちらの優秀な解熱剤を取り寄せてもらいたいと願書を出しておいた。だけどそいつは脅迫の間に合ってわけにはいかねえんでしょ。うん。じゃあそいつが来るまでは熱病にやられた子供たちを見殺しする手はねえんですね。そいつはあんまりかわいそうだ。そのくせに日本のどっかに少しでもねえんですか？いや、少々なら大阪河原町の尾形公安先生のお手元に。そいつはいいや。ねえ先生、気場所にちょいとお借りしちゃう。どうかんじゃ。じゃあすまんが、あんたな、お返ししてきてくれ。よろしいございますと。ありがとう、長太さん。じゃあな、これを持ってな。Thank you.
か。何をしておるんじゃ検視は。お待ちどうさまで。待った待った、もうすまんすまん。公安先生の話や、薬は間もなく長崎から大阪の問屋へ回されてくるそうです。いよいよ来るか。ありがとう。いや、子供は待ってるといけないから、俺は後でゆっくり言うとして失礼する。さあさあ、ちっとでも早く行ってやってくださいよ。いいか、もし足の滅法早い人がいて仕事で旅に出る場にさーっと一仕事やってのけた、その後で東京都いつも来たねーって考えるで。それによ、ああも足の早い野郎が二人も三人もいるとは思えねえじゃねえか。そうだよ。ちょいっと、ちょいっと、ちょいっと、それ長太さんのこと。おかみさんはどう思う。よくないと思うね、そんな話。長太さんが犯人だなんて穏やかじゃないよ。何も犯人とはっきり言ってるわけじゃねえ。ただこうも思える。どう思うとお前さんたちの勝手だけどさ、ここで大声で話すのはよしとくれよ。おかみ怪しいぞ。何言ってんのさ。私はね、親方も見えてることだし、素人の当て推理はみっともないと思うからさ。これは親方ですか。毎日ご苦労さんで。おやと。時にどうでござる。おかみの方じゃ、例の足の方へ泥棒やらの目星はついてるんですか。いや、さっきのおめえさんたちの話を聞いて、なんだか教えられたような気がしやしたよ。素人の勘なんてものは案外怖いみたいに当たるもんでね。親方、すると何かのお役に。とすると、いいことを聞かせてくださったって、お礼に上がることがあるかもしれませんで。本当ですか、親方。伊藤だって、どうしろおめえその筋は長太の友達だって言ったらちゃんと目をつけてたんだからな。へえ、そいつは初耳だ。手上の人気男、足の速い大泥棒なんだって。どうも家に入りすぎると思ったよ。そういう悪党はね、どこか人間離れしたところのあるものさ。それをきっと直してくれるお医者。さあ行きましょう。早く行かねえと手遅れになっちゃう。なんてこと言っちゃいけませんよ。そこらで人の噂を聞いたからってそう言ってください。どうして。え、何。じゃあお願いします。
亮太さん、大丈夫？心配するな、踏み倒しはしねえよ。私はね、焼け酒は亮太さんらしくないって言いたいのさ。冗談じゃねえで、人に気が悪い。自分の足が世間のやつらからどんな扱い方をされてるかってことはちゃんと知ってるんだ。今さら焼け酒でもねえや。いいか、初めは珍しがられてチヤホヤされるが、しばらくするとあんまり早すぎるって決めあるからね。君には人間離れした化け物扱い。今度は化け物がどれも変わっただけじゃねえか。天狗や天狗が舞い込んだったら言って、なんや急にパーッと景気ようなってんのは気配やったんだよ。こら見えたいこっちゃと思うとったんや。なんや来てみたら前よりひどいやないか。どないしたんや思うて、そっと近所の人に聞いてみたら、なんと天狗藩が大泥棒やったやつだな。何も泥棒と決まったわけじゃねえ。ただ世間がワイワイ騒いでるだけだ。いや、そんな悠長なこと言うてるさかい、もういつまでたってもうだつも上がれへんねん。なあ天狗やん、その男が泥棒であるかないかとか、そんなこと問題おへんが、だいたいそういう噂を立てられるというような男や。この天狗やおいたということが、そもそもあんた間違いのもとない。辛抱して、ねえ辛抱して、ちょっとちっとは気をつけなあれや。由緒ある天狗屋もこれやったら潰れるよ、他にしょうめへんじゃ。潰れるものは潰れ、なくなるものはなくなる。あの草、江戸の飛脚屋の草分け中、名誉ある天狗屋をそうやすやす潰してどないしまんねん。まあ任しておきなれ。わてが昔通りの立派な天狗屋になるように英知恵何歩でも貸してあげますよって。いや、知恵だけやったと思うならへんじゃ。丸いもん買って貸してあげますね。その代わりに言うたら、まあえらい本気でがましいけど、ほら、うちのアホな、いや、うちのせがれな、お宅の娘さんに傷を惚れてまんねん。あんたも知っての通り、瓶のあるたんびに色を見たら、恋を見たらにもこと抜けよる。見かねたあてが、ええ加減にせんかいなと、なんぼ叱っても、てんと聞きめへんわ。なんしょきつい熱や。しかしそんな無茶言うかりに、それはもう順調なもんどす、ね、それはもう一生お春藩を大事にしておりますせ、もうひょっとしたら一生お井戸に敷かれっぱなしかもしれまへんわ。それでな天狗藩、明日は私が立つ時に何やったらお春藩連れて帰ろうとこない思ってまん。そんなやぶからぼうの話や。いやまあまあまあ聞きないねんな。何もあんたの祝言の名のと言うてね、おまへんが、そんなこと言うたら言う方が無理やな。いや、それは天狗屋藩かていろいろ都合があるやろうし、お春藩かてあんた天狗屋藩がもともと通り立派になんの身なんだが、安心して嫁入りする気なんかようならしめへんが、あてがした連れて行くいうのはな、ちょっとこの約束の杯だけしてほしいってこんな思ってまんで、んなまあせがれも安心しておりましたやろうし、わてがてあんた嫁藩の里やと思ったら、天狗屋藩の立て直しにも一段と力が入ろうってもんやな。なあ天狗屋藩、これは無理か知らんけども、この無理だけは聞いておくなはりゃ。ほんなら明日のお昼前に立とうと思っておりますんで、まあそのつもりでよろしく頼みますぜ。じゃあさよなら。お見送り出なせよ、お嬢さん。あんた泣いてるの？俺らなんで泣くもんですか。泣くわけねえじゃありませんか。だってそれよりもお嬢さん、後々のことがありますね。早くお見送りに。長太さん、あんたまさか家を出る気じゃないでしょうね。おちゅん、おちゅん、何屋さんはお帰りだ。あ、はい。ねえ、長太さん、私はあんたを信じているのよ。あんたが家を出るときは、私があんたを信じなくなったときだけよ。何言ってなさるんだ。さあ、早く。いいえ、そんなことどうだっていいわ。おちゅん、早く来ねえか。おちゅん。ね、こ
こ動いちゃダメよ。きっとよ。そんな気の弱いことじゃいけないわ。分かったわね。動いちゃダメよ。あ、大島。え、さよなら。まあ、そんなに飲んで。いいんだよ。今夜は、焼け酒とは違うの？そんな景気のいい酒じゃねえ。お別れの酒だよ。え？なんだって？お別れの酒だってんだよ。誰とさ、誰とお別れの？お前さんとも、達六太平、それから江戸の人ともお別れだよ。長太さん。あんた、天狗屋は出る気だね。いけないよ。何いけねえ。おしゅんさんのことだよ。おしゅんさんがどうしたってんねん。変に気を回しちゃいけねえ。なあ、かみさん。俺ら天狗屋の向こうになりきったんじゃねえ。天狗屋を繁盛させるために雇われた人間なんだぜ。どうすりゃ、俺らのいることが、商売の妨げと分かったからにゃ、さっさと消えてなくなるのが天狗屋のためだろうじゃねえか、え？どうで？間違ってるか。理屈はそうかもしれないけどね。でもおしゅんさんにしてみればいろいろと。余計なこと言わねえで、保釈でもしてくれたらどうで。短い付き合いだが、二度と会えねえかもしれねえし。さ、心配するな。今夜は二人で飲み明かそうだ。お前さんとも江戸ともお別れによ。おい、ちょいと一足遅かったぜ。ちょうだ、神妙にしろよ。増谷中内様のお指図だ。対等の権威により奉行所へ論闘する。中将お待ちや。俺ら泥棒するな。そんなあさましい根性の男じゃねえぞ。違うか違わねえか、黒い白いは奉行所が決めてやろう。おとなしくしないと。おめえさん、俺を無実の罪に落とす気か。明朝にいたせ。急用なんで。いやもういい。じゃあ入れ。役人のうちじゃで戸締まりなどはしておらん。押せばすぐ開く。奉行所の者ではないようじゃな。天狗屋の長太で。長太、お前は現七に捕まえられることになっておったはずじゃが。逃げてめりやした。何？旦那どう思って俺ら飯取れと追いつけになったんですか。現七が臭いと言うから。では調べてみろと言ったまでじゃ。調べても疑いが晴れなかったらどうなるやつ。なあに、調べてみればすぐわかる。そうは手軽に行きますね。もしこっちが捕まったの幸い、本物の犯人が江戸から姿を消してしまったらどうなりますかね。ん、さて。そんな頼りねえ。俺らやっぱり逃げてきてよかった。何を言う。不祥増谷急内、いつも本物の犯人を捕まえるために苦労しておる。偽物を捕まえて手柄にしようなどと思ったことは一度もない。安心せ。ところが旦那、俺らが本当に安心のできるのは本物が声になった時ですよ。ん、うん、とすれば旦那も俺らも犯人を捕まえたいという思いは一つ。
思いが一つなら暮らしも一つってのはいかがで。何何？兄貴はね、ゆうべ久小屋からしょっぴかれていったそうですね。お嬢さん、兄貴は奉行所を引っ立てられる途中、得意の足で逃げ失せたらしいですね。まあ、お嬢さん、長太にはもう江戸にはいねえだろうってことですね。何でも久小の神に江戸ともいよいよお別れだなんて言ってたところを捕まったんだそうで。そうなの。お嬢さん、いくら仮祝言だからだったって杯乾いてしまったらのっぴきなりませんぜ。ええ、分かってるわ。きっと兄貴は本当の泥棒野郎がとっ捕まるまで中途消えていなくなっただけで、本物が捕まったと分かったらすぐに帰ってくるつもりですね。だけどやましいことがないもんならなぜ逃げるの。さあ、そう言われると、本物さえ捕まっちまえば万事がはっきりすると。お嬢さん、それまでは何とか伸ばせるんですかよ。何日のうちに本物が捕まるって当てがあればね。ああ言えばこう、こう言えばあと、お嬢さん自身で生きたがってるみてえだ。六歳に太平さん。へい。へい。へい。これを見てごらん。こんなに熱心に書いて起こす人だもん。きっと私を大事にしてくれるわ。だから心配しなくて。まだいたのか。ふーん、こりゃひでえや。本物がとっ捕まるまで500回になるって約束ですぜ。約束は約束じゃが、奉行所でお前が逃げたと騒いでるのを見ると気が気でないわい。
多分夕方でないとお帰りにならないと思いますが、お言づけでもあれば受けたまっておきまして。何、ただ平太郎って子供はどうなったかと思いまして。じゃあまた、ごめんなして。大学屋さんよかったな、ほら。じゃあ先生、せがれめは助かりますんで。いや、もう熱も下がった。わしももうほっとした。先生、この子は一生忘れるこっちゃございません。いや、わしの力じゃないんだ。優れた薬のおかげで。薬だろうが何だろうが、私はもうありがたくて胸がいっぱいでございます。そんな嬉しいか、大学屋さん。先生、私はどう言えばこの胸をお伝えできるか、それが分からないのが悲しいくらいで。どうじゃろう、大学屋さん。あんたの親としての喜びを他の親御さんたちに分けてやってくださらんか。と申しますと。実はあんたの息子さんの命を助けた薬がもうなくなってしまったんだ。早くから何とかせんけら、これから先熱病で苦しむ子供の親はあんたのその喜びはもう味わえんのじゃ。それは大変だ。で、どうすればその薬が手に入るんでございましょう。まあ、かねて頼んでおいたオランダの薬がようやく大阪に着いたという通知が参ったんじゃが、わしにはまあ残念ながら買う金がない。ええ、金で済む話なら大黒や寝台会議をしたって言ってやしませんが。先生はご自分でその薬をお買い求めになるおつもりで。みんなに実費で分けてやりたいからじゃ。万が一ま悪質の薬商人の手に入ったなら、暴力をむさぼられて世間の人がどんなに迷惑することか。なるほど、よくわかりました。代金はご遠慮なく、いかほどなりとご用命くださいまし。じゃあ、無利子無期限で金3000両用立てもらえないか。お安い御用で、明朝早速3000両を手形に組み、先生のお手元まで届けさせることに。いやいや、ありがとう、ありがとう、ありがとう。長太さんの行方がわからんたら、是非もない。日頃から気に食わん亀屋だが、一時半時は争うから急用じゃ。やむをえん。ごめん。ちょっと、もしかして。長太兄貴の居所はわしがよく知っとるやつ。どうか、亀屋には。どころ知っとるなら、なぜ早く行ってくれんのじゃ。亀屋なんかあしは行けんせんや。それが、事情が事情なもんで、つい。長太さんとかいわ。わしも一緒に行きたいが、子供らに薬がすぐ来ることを話して元気つけてやりたいから、これは失礼する。長太さんにな、先日の薬は全部使い果たしたと、数十人の子供の命は長太さんの足にかかっておると、人災が申しとったと、そう伝えてもらいたい。そんな大事な、だからこそ長太さんに走ってもらいたいんじゃ。これを持って小川先生のところに行けば、先生が万事やってくれるはずだ。頼みますよ。
おめえもなかなか隅に置けねえ男だぜ。本当だ。いつの間に俺たち出し抜いて兄貴の居所を知ったんだ。まあそんなことは後でいいや。ちょっとでも早くそいつ届けなきゃ。なんだよその嫌々。ほら何も知らねえんだよ。なんだって兄貴が生きてるか死んでるかさえ知らねえんだもん。居所知ってるわけやねえや。バカ野郎、いくら商売が可愛いからって言って嘘をついてまでも仕事を取るたなんてこった。すいません、すいません。これから亀屋行って訳を話して誰か代わりに走ってもらいますから。ええー、黙らねえけ。いくら潰れたの同然な天狗屋でもまだ意地は残ってるんだ。おい、立つ。すぐ大阪出発だ。ロクヨ、飯を炊いて弁当作ってやり。タフィ、タンスなんか重ねて飛車行ってこい。立つ、したくない。もうオランダあたりの解熱剤ってな、今流行ってる子供の熱病にはとても効くんです。だからこっちが先回りして買い占めっちまや、3000両が1万両。薬クソ売ってから1万両じゃ済みはすめ。人災のやつ欲ぼけしたとしか思えねえ。3000両の手形をわざわざ天狗へ頼むなんて、こいつは正気の沙汰じゃありませんやね。ねえ。こいつは面白いや。ねえだな。ん、相手がひつまやもぐらなら、お塩を人の音取ってもお釣りが来ますぜ。一番やるかな。ねえ、旦那。さあ、ねえ。バカ。ちょっと雨っかったらすぐにも後を追っかけさせるが、当てにしちゃいけねえ。食べたら早かぶでも早までも塗るんだ。キチキチしちゃいけねえぞ。いいか。はい。さあ出て。すまねえ。源七、怪盗のことじゃがな。やつはもう上方へ逃げたようです。わしはこれからすぐ追っかけようと思いやす。おう、やっぱり逃げよう。やっぱりというと何か心当たりでも。片袖をちぎられたからにはいくら太いやつでも尻がムズムズするはずだからな。片袖。源七、この島柄に見覚えはないか。とんでもねえ。誰が言ってこれを。長太じゃよ。え、旦那、やつは一体どこに。これは市中の日じゃが。なんじゃあいつは。江戸にいるんだって。ね、一体どこにいるのさ。俺がそれを聞きてんじゃねえかな。うっすらとでも。うっすらでも何でも、ねえ六さん、心当たりがあるんでしょ。それも俺の言う文句じゃねえか。俺は一体これ何をしに来たんだい。急いで行くのはヘチマの親分かい。お前どこ行くんだい。オランダあたりの熱さまわせを3000両まで買い込みに。え、それじゃあヘチマの親分さん急ぎましんでお先行くべ。お、待ってくれ。お、お。
変なやつじゃよ、源七は。お前がわしのうちにいることをあいつには話してもいいと思って耳打ちするつもりであいつの手を持って引っ張ったら、何と思ったかいきなりわしの手をパッと払いのけて、タタタタッと一目散、雲をかすみと逃げ失せたよ。違った。旦那、しばらくでも一つ釜の飯を食った中の旦那、こんな口は聞きたくねえんだが、世界のうちであなたほど悟りの呪い人はない。どうしてそんなに呪いのか、今さら首をひねったって手遅れだ。気を確かに聞いてください旦那。いいですかい、俺らも旦那思いは一つ、一時も早くて昼はひねますよ、夜はよもすが、蝶がなって探しまって泥棒野郎が手近も手近、旦那手下見明かし原始だってことぐらい分からねえよ。じゃあ昼間何度夜明けのおたるだ。ええ、もう絶対や。しばらくでも一つ釜の飯を食った中の旦那にこんなことは言いたくはねえんだが、なんとか言ってな、世界のうちであなたほど悟りの呪いものはない。うん、何を言う。旦那の足も思いは一つ、昼はひねもす夜はよもすがら、血眼になって探し回っている怪盗野郎が、手近も手近、旦那の手下の目明かし原始原…あっ松田様、一大事。ただいま、この片袖のうち、ようやく判明。うろたえるな、見苦しい。怪盗すなわち目明かし原七、目明かし原七すなわち怪盗じゃ。これは不思議、増田様にはどうしてそれを。言うな、教えてもらえばすぐわかる。あ、先生。おい、中田さん、待て、井戸に。おいら今やっと権限晴れたばかりですね。それら、平太郎どうなんですか。長太様、さ、早く平太郎に一目会ってやってくださいまし。あんた、いつぞやのお詫びを改めていたします。さ、早く平太郎に。あの子はあの…
あなた様の名を呼びましたことか。どうせ助かるのものなら親としての願いをせめて息のあるうち一目あなた様に会っていただきたいと、ただそればかり。長太さん、二人でな、力を合わせて平太郎を助けようじゃないか。な、そのために寸次も綾君も大阪へ走ってほしいんじゃ。天狗屋の人から聞いてくれたと思うが、平太郎はもう一息ってところでな、解熱剤を使い果たしちまったんでな。え、なんですって。兄貴、タツのことはくれぐれも頼んだよ。よしだ。ありがとう。長太よ、おめえの女房を取り消しつきな。ありがとう。兄貴、よかった。長太、怪盗逮捕を命ずる。というのは表向き、本当は怪盗逮捕をお願いつかまつるというわけじゃ。思いは一つ、引き受けましょう。すまん、頼む。長太さん、平太郎がな。え、平太郎が、あんたが薬を取りに行ってくれると話してやったら、おいちゃん行ってらっしゃいって言おうってな。そうですか。先生、俺ら息の続く限り走って走って走りまくりですね。平太郎、死ぬなよ。Thank you.
おいでなすったのに気の毒だが、向こうの回り方の陰におめえの姿が隠れるまで触っとろう。兄貴、兄貴、よく来てるな。さあ、俺に噛まねえでこの野郎に飛びがつくれ。立つ、兄貴、何してんだい。こんな野郎に大切な包みを取られていいのかよ。立つ、いつもの兄貴にも似合うじゃねえか。そんな育児なしたら、おら、兄貴だなんて思わないぜ。翔太、どうするんだ。触るのか、触れるのか。兄貴、待ってくれ。兄貴、兄貴。Thank you.
Thank you.